大谷翔平が試合前ベンチで自然体にファン、表情豊かすぎる。エンゼルスの大谷翔平は29日、日本時間30日、敵地ブルワーズ戦に3番指名打者で先発出場し、今季2度目の猛打賞を記録した。チームは5対7で敗れたが、5打数3安打2盗塁と躍動。試合前のベンチでは仲間に変顔を決め、リラックスする姿もあり、表情の可動域すご。表情筋動く動くなど、ファンを喜ばせた。 試合前のベンチに座り、右足を伸ばすなど、ストレッチを行う大谷翔平は、自然体そのものだった。笑顔でナインと談笑する姿もあれば、左右の眉毛を上げ下げするなど、豊富なバリエーションで表情を変え、リラックスに徹していた。大谷翔平の動く表情を見たファンは、どういう感情ほんと表情豊かすぎる、www など声を上げ、衝撃を受けた様子だった。さらに、最高すぎる。 おちゃめな大谷翔平くん。何もかも素敵など、自然体の大谷翔平を絶賛する声も多く見られた。大谷翔平へ、丸太のような屈強な太ももがあらわ NB 貴重ショットに、例反響、やばい。超かっこいい。ニューバランスのビジュアル写真を撮影したカメラマンが公開。米大リーグで今や押しも押されもしないスーパースターとなっているエンゼルス大谷翔平投手。 今季からニューバランスと契約し、話題を呼んでいるが、同社のビジュアル写真を撮影した、米国の写真家、ゲイリー・ランド氏が公開し、反響を集めている。ランド氏は、これまで受賞歴もあり、これまでに、ナイキ、アットティコカ・コーラなどの広告写真を撮影している、敏腕カメラマン。自身のインスタグラムで、ニューバランスの T シャツ短ンパンをまとって、バットを持ってポーズを取ったり、投球したりする、写真7点を掲載した。 丸太のような太ももなど、試合中は長ズボンで隠れている、屈強な下半身もあらわになっており、貴重なショットの数々だ。ニューバランスでの新しい仕事は、小平洋谷、またの名ショタイムをフィーチャーしたものですと紹介。この男は本物。その才能が人格を映し出しているアスリートと仕事ができることに、いつも感謝していると、カメラマンとして大谷翔平を撮影できる喜びを明かした。 22日に投稿された写真には、ベフファンからも反響が続々と寄せられている。ナイス。とてもかっこいい。すごく素敵。現代版ベイブ・ルース。気に入った。やばい。などの声が上がっていた。大谷翔平は29日、日本時間30日、敵地ブルワーズ戦で3安打2投類と奮闘。試合は5対7で敗れたものの、17連戦のうち16試合もフル出場し、躍動し続けている。 二刀流でメジャーを席巻する男は、これからも見るものすべてを魅了していきそうだ。連戦疲労も関係なし。瞬速大谷翔平、今季4.5個目の盗塁が余裕すぎるセーフ、かっこよすぎ。大谷翔平早すぎる。まさに爆速。エンゼルスの大谷翔平投手が3番 DH で先発出場したこの試合、マルチヒットを記録した8回に、今季4度目の盗塁、悠々セーフとなった。 さらにその後、ダブルスチールで、大谷翔平は三塁へ。この回、二つの盗塁で、今季の盗塁数を五とした。日頃の疲れも感じさせないハッスルプレーに、アベマのファンも、かっこよすぎ。大谷翔平早すぎると湧いた。八回表、無視走者なしの場面で、打席に入った、大谷翔平。この日は、第二打席にヒットを記録している。 ブリュワーズ2番手、ペゲロの初球を、ライト前へ強い頃でヒット、1塁へ出塁し、マルチヒットを記録した。続く4番レンドンの打席で、大谷翔平は盗塁、早球は逸れたものの、タイミングは余裕のセーフ。放送席からは即座に、早いと声が上がり、視聴者からも、盗塁さすが。早谷発動。 最近よく盗塁成功してる大谷翔平さんと三ジが続々さらには三投しようと次の類も狙うプレーに期待が寄せられたその後一試一塁二塁のチャンス6番ブルーリーの打席でエンゼルスはダブルスチールを着とこれが見事成功し大谷翔平は今季5度目の盗塁を決めた 最初の盗塁では4点差がついた終盤、相手バッテリーの警戒も薄れた場面とはいえ、強肩で知られるカラディニの送球でも、大谷翔平は悠々セーフ。劣勢が続くエンゼルスに希望が見えたワンシーンだった。その後のダブルスチールも、カラディニは3塁を諦め2塁へ送球するなど、大谷翔平の快速っぷりがあらわに。なおこの回、後続が倒れ、大谷翔平の本塁生還はならなかった。